チャシタナ、チャシタナ、チャシタナは、古代に、インドの北西部を支配した西クシャトラパ、バードラムカス朝の最初の王。チャシタナは、ヤサモティカという、サカ人の息子として生まれ、西、クシャトラパを支配した、クシャハラータ朝の王家の宴席であった。クシャハラータ朝最後の王、ナハパーナは、チャシタナの同時大臣であり、西クシャトラパの勢力を大いに拡大したが、 中央インドの大国サータバーハナ朝の王、ガウタミイプトラシャータカルニによって破られ死去した。チャシタナが総督となったのは、西暦120年よりは後のことであるが、即位した時には、すでにかなりの高齢であったと推測される。124年頃に大総督となり、130年頃の彼の碑文によれば、彼は孫のルドラダーマンと共に統治し、 両者とも王という称号を用いていた。ナハパーナの支配していた領域の一部を支配下に、組み入れ、後の西クシャトラパ繁栄の基礎を築いた。彼の息子ジャヤダーマンの知性は短く、またジャヤダーマンはマハークシャトラパを称することはなかった。その後ルドラダーマンが後継者となった。この辺りの経緯は明瞭ではない。ありがとうございます。